プロカインアミドは、抗不正脈薬の一つ。ボーン・ウィリアムズ分類では、イヤ群に分類される。CAS 登録番号は、51から06から9。心臓の刺激伝導系の異常な電気の流れを、沈めることにより不正なリズムを正常に戻す。1905年、アルフレッド・アインホルンが合成したプロカインをもとに、1950年、米国ニューヨーク大学のマーク、 ロットらにより、プロカインのエステル結合をアミド結合に変えた、プロカインアミドが合成された。プロカインアミドは、プロカインと同様の作用を有し、その効果は持続性である。プロカインアミドは、活性化ナトリウム4チャンネルの抑制により、活動電位の最大立ち上がり速度を減少させ、電動速度を遅くし、心電図の QRS 時間を延長する。 NA チャンネルの結合乖離速度においては、インターミディエートキネティクスに分類される。また、一食い的カリウム4チャンネル遮断作用も持つので、活動で維持続時間を延長させる。自動脳を抑制する効果は、キニジンと比べていくらか弱く、脱分極している細胞での、ナトリウムチャンネル遮断作用は、より強い。さらに、直接同胞結節と、 防湿結節を抑制するが、コームスカリン作用が若干あるために、相殺されている。心臓以外の効果として、神経節遮断作用を持つため、特に上中時の高い血中濃度の時、抹消での血管抵抗が減少し、低血圧になる。治療域の濃度では、気にじによりもその抹消血管への影響は優位ではない。低血圧が生じるのは、 普通、極めて急速なプロカインアミド注入や重篤な、左心室不全が存在する場合である。肝臓の N、アセチルトランスフェラーゼにより、代謝産物の N、アセチルプロカインアミドが生じる。これは、ボーン・ウィリアムズ分類で、スリー群の効果を持つ。ナッパの半減期は、プロカインアミドより、かなり長いため、慢性のプロカインアミド等余時にナッパの血中濃度が、 しばしば、プロカインアミドの濃度より高くなる。慢性投与中の不応期の増加と QT 延長は、少なくとも一部は、この代謝物による作用と考えられる。しかし、この場合も、電動を遅くさせ、QRS 幅を延長させるのは、母化合物の作用である。高い血中濃度の時には低血圧が起こりうるが、これは通常は、 プロカインアミドの自律神経節遮断作用によるもので、陰性変力作用ではなく、またあっても、その変力作用は弱い。心毒性以外では、長期のプロカインアミドの治療を受けている患者の約1、3に、過逆性能する様症状が見られる。これは血性にも、頭角抗体化の上昇などで異常が見られるが、症状がないときは、薬物治療を中止する必要はない。 また、低頻度であるが、下流急減症症が治療開始3ヶ月以内に発症することがある。ありがとうございます。